どうも、中野実験室です。今週もドラマ「相棒」の感想をしていこうと思います。今週は、第6話、初恋でした。いやー、今週も面白かったですね。途中までは、今週の話はいまいちかななんて思ってたんですけど、まあ、最後の方になると、こう、ぎゅっとこう、ストーリーが縮まっていくというか、面白い感じでした。まあ、一つ思ったのは、被害者のマサトっていう役なんですが、まあ、ちょっと、まあ、暴力的すぎるなぁ、なんて思いました。まあ、自分の殻に閉じこもり気味なんていう表現がされてて、まあ、精神的に、まあ、異常とまではいかないけど、なんかややこしい部分があるんだなっていうようなことは言われてましたが、まあ、誰と話しても最終的に刃物を突きつけてるっていう人間性は、まあ、いかがなものかななんて思ってしまいました。まあ、だからこそ極端から極端に走るというか、まあ、悲しい結果になってしまったわけですが、まあ、刃物を突きつけて相手を脅す様とか見て、まあ、ヤンキーじゃないかなんていうふうに思いましたね。まあ、悲しい被害者に対して、同情しきれないあたりっていうのが、また相棒の楽しさなのかもしれないですが、そんなふうに思いました。今回は、相棒重要になって、初めての、覚えてる範囲で初めての、タイプの話じゃないかと思うんですけど、まあ、相棒でよくある、まあ、みんながみんな少しずつ、まあ、悪かったりとか、まあ、悲しかったりとか、まあ、運命的なものから逃げられなかったりだとか、まあ、もしくはその人間の汚い部分があったりとかで、全員が、いいとも言えないし、全員が悪いとも言えないような、不運とかも含めて、運が悪いとかも含めて、全員がいいとも悪いとも言えないようなことが積み重なって、最終的に人が死んでしまうという、そういう悲しいストーリーだったと思います。まず、事の発端になる、まあ、今回のヒロインの父親が、まあ、娘と無理心中を図ったこと。それはまあ、ドラマの中では描かれていない部分があるのかもしれないですが、まあ、娘と無理心中を図る父親っていうのが、まあ、いいわけはないと思います。そしてまたその過去を、まあ、抱えながら生きていた被害者とヒロイン。その人たちの関係を、まあ、事情は知らないとはいえ、まあ、ヒロインの力になろうと思って、自分の誠実な心を相手に伝えて、またその誠実な対応として、被害者と話し合いをした、あれは事務所の上司、何事務所でしたっけ。まあ、とにかくヒロインの勤め先の、上役の人っていうのも別に悪いことをしたわけじゃない。彼が多分一番、まともな考えでまともなことをしていたと思うんですけど、それがまあ、いろんな人の心情の変化とかを生み出してしまったっていうのもあると思います。そしてまあ、アートディレクターの女性っていうのは、まあ、本人が、被害者とは違う芸術家にひどい目に遭わされたということで、まあ、芸術家のことを、探偵もどきに調べさせて、素性を調べ上げて、漂白材料とかに使っていた。まあ、彼女が一番卑劣な人間だとは思うんですが、まあ別に殺人をしたわけじゃないですし、誰かを殺したとかそういうわけでもない。だけど、そこの人間の浅ましさっていうのが犯行事件っていうのに大きな動きを与えてしまった。まあ、パッと考えて、このような風に思います。まあ、誰が一番悪かったかなんていうことは、一言では言えなくて、まあ、一番物語の中に深い闇を落としているのはヒロインの父親だと思うんですが、まあ、彼ですら、まあ、何かあったんだろうという部分はあると思います。この話を読んで、まあ、真犯人らしい真犯人っていうのはズバリはいなかったわけですが、まあ、真相はありましたけど、まあ、何をどうすれば、
救われることがあるのかな、なんてことを考えました。まあ、相棒はまあ、普通のドラマよりは話数が多いので、シーズン14でまたこのような話があるかもしれませんが、まあ、今回は誰が悪かったのか系の話じゃないかと思いました。それではまたお会いしましょう。来週も相棒は楽しみです。では。